ノバ・ゴリツァは、スロベニアの西部、イタリアとの国境にある町であり、またその周辺部分を含んだ自治体である。自治体としてのノバ・ゴリツァの人口は35,640人。ノバ・ゴリツァ市は、プリモルスカ地方に属するゴリシュカ地方の中心都市であり、同国に11ある特別市のうちの一つである。ノバ・ゴリツァは、スロベニア語で、新しいゴリツヤを意味する。 ノバ・ゴリツァの町は、第二次世界大戦後に、イタリア領ゴリツヤが国境線によって分割された際、スロベニア側に帰属した地域に建設された、新しい町である。このため、地域の中心であるビッパーバ・タニよりは、イタリアとの結びつきが強い計画都市である。ノバ・ゴリツァの町の南には、コスタニエビツァの丘があり、町の北側には、聖なる山、スベタゴーラがある。 概要にもある通り、現在のノバ・ゴリツァは、歴史的には、ゴリツヤの一部であり、中世の大部分は、ハプスブルク君主国の領土であった。ノバ・ゴリツァの町の南にあるコスタニエビツァの丘には、聖マリア受胎国地教会や、17世紀のフランシスコ会に関連する多くの文化遺産がある。1836年、フランスブルボン朝最後の王であった、シャルル10世は、 当時オーストリア領であった、この地で没し、埋葬されている。第二次世界大戦後、パリ平和条約によって、旧イタリア領の一部がユーゴスラビアに割上された。その際、ゴリツヤの東側がスロベニアの貴族となった。1948年、国境線近くのスロベニア側に新都市の建設が始められた。これが、計画都市ノバ・ゴリツァの始まりである。 そちゃ側にかかるソルカン橋、ありがとうございます。